大震災からの復興、6年を過ぎましたが、本格的な復興はこれからであります。それに必要なものはまずは笑顔、元気さであります。元気な笑顔、元気さ、それはキャラクターが皆さんに与えてくれるというふうに思っております。今日は合わせましてシューマイサミットも開催をされます。そして今大会にはいろんな企業の方々からご支援を頂戴をしております。そして福島県当局、県南各市町村のご支援、そして地元商工会議所、経済団体のご支援、さまざまなご支援によってこの大会が成立をしてきております。再度深く感謝を申し上げたいと思います。今日も明日も天気はいいようであります。素晴らしい思い出を作り、またこの白川の地から福島県の復興へと大きな声を発信していきたいというふうに思っております。今日と明日、素晴らしい思い出を作ってください。終わります。主催者を代表いたしまして、地方委員会会長、白川市長鈴木和夫よりご挨拶を申し上げました。続いて